ジョンリー・ベンチは、元メジャーリーガー、ウトを右打ち、ニックネームは、リトル・ゼネラル。1970年代にビッグレッド・マシンと言われた、シンシナティレッツの黄金時代を支えた。MLB 史上最高の星とも称され、史上唯一、保守で、本類が大タイトルを獲得している。アメリカ合衆国のオクラホマ州オクラホマシティに三人兄弟の末っ子として誕生。父親は、 アメリカ先住民である直闘族の血を引いている。1965年の第1回ドラフト会議でレッツに指名され入団。約2年のマイナーでのプレーを経て、1967年8月28日にメジャーデビューを果たした。その年はシーズン終盤26試合に出場し、打率163に終わったが、1968年の スプリングキャンプの際に出会ったテッド・ウィリアムズがベンチのバッティングとフィールディングに非凡さを感じ、自らのサインを渡す際に将来の野球殿堂入りが確実なジョニー・ベンチ君へと書き添えた逸話がある。その1968年には初めてフルシーズンをメジャーで過ごし、154試合に出場して打率、七十五十五本打八十二打点の活躍で、 ナリーグ新人王に選ばれた。1970年にはいずれも自己最多の45本類が148打点を記録し、本類が王、打点王の2冠に輝き、最優秀選手を受賞。1972年にも40本類が125打点で再び2冠に輝き、MVP を受賞した。1974年は129打点で3度目の、 打点王を獲得。1972年のワールドシリーズ第3戦の8回、表、ランナーを2人置いて、ベンチに打席が回った。フルカウントになったところで、監督のディック・ウィリアムズと、バッテリーが集まって話し合った。プレーが再開されると、保守のジーン・テナスが立ち上がって一塁を指さした。ベンチは敬遠されると思って、ボールを待った。投手のローリー・フィンガーズが振りかぶると、 テナスは突然座ってボールを待ち構えた。ベンチは騙され、見逃し三振に打ち取られてしまった。レッツは名称スパーキー、アンダーソン監督のもと、1975年1976年に2年連続でワールドシリーズを制し、ベンチはピートローズ、ジョーモーガンらと共にビッグレッドマシンと言われた1970年代、最強チームの一つを牽引した。 守備力にも優れ、ゴールドグラブ賞は1968年から10年連続で受賞。オールスターには通算14回出場した。他にも、1975年には、ルー・ゲイリッグ賞。1976年には、ワールドシリーズ MVP とベイブ・ルース賞。1981年には、ハッチ賞を受賞。1978年秋には、 レッツ単独チームの一員として、日米野球で来日。1981年以後は一塁手、そして三塁手にコンバートし、現役最後の3シーズンで星を務めたのは13試合のみで、あった。1983年のシーズン途中に同年、限りでの現役引退を発表。打撃参観王経験者のカールやストレムスキーも、シーズン後の引退を表明したため、 当時の MLB コミッショナーだった、ボーイキューンは二人の功績を称え、同年のオールスターゲーム出場枠を特別に一名ずつ、増やして二人を出場させた。9月17日の本拠地、リバーフロントスタジアムの試合は、ジョニー・ベンチ・ナイトと銘打たれ、現役最後となる、通算389号本塁打を放つ。現列本拠地グレート、アメリカンボールパーク内にあるベンチの銅像。 多くの選手がフリーエージェント等で高級を求めて移籍する中、17シーズンをレッツ一筋に過ごし、通算389本塁打、1376打点を記録。打撃タイトルは延べ5回だが、星獲得タイトル数としては歴代1位で星という負担の大きなポジションにあって、その打力は特筆すべきものであった。通算389本塁打中、 保守としての本塁打は327本で、当時の MLB 記録だったが、後にカールトン・フィスク、さらにマイク・ピアッツァに更新された。ベンチの背番号5。新シシティ・レッツの永久決板に1984年指定。引退の翌1984年に、ベンチの背番号5は、レッツの永久決板に指定された。また、存命選手として、 チーム初の永久欠番だった。九百八十九年には、資格初年度で九十六点四二パーセントという高い得票率で野球伝道入りを果たし、二十一年前のウィリアムズの予言は現実のものとなった。九百九十九年には、保守としては最高得票で MLB オールセンチュリーチームに選出された。息子は高校で主にアメフトで活躍したが、 父の後を追ってメジャーのトライアウトに二度挑戦したことがある。ベンチは現役最晩年の1982年から1985年にかけて NBC テレビで放送されたザ・ベースボール・バンチという子供向け教育番組で当時人気のあったマスコット・フェイマス・チキンとともに番組の進行役を務めている。また引退後には ゴルフのチャンピオンズトーナメントに何度か出場したこともある。現在はテレビラジオの解説者を務めている。ありがとうございます。